死ぬ時はですね、グランブルーって映画があるんですよね、素潜りのジャ・リュック・ベッソン、監督の、ジャック・マイオールさんを題材にした映画なんですけどね、あれでの中でですね、もう一人の、男性エンゾ、中ではエンゾ、ジャン・レノが、演じてるんですけど、が、死んでしまうんですけど、その時にね、死ぬ時にね、海の海底奥底にね、こう、最後死ぬ時投げてもらうっていうか、沈めてもらうんですよね。それがね、もうほんとね、美しくてね、もう自分の死のイメージはそれだなと思ったんですよね。なんで、そこで、私はね、その宇宙バージョン、もう宇宙服を着てね、もうね、宇宙の漆黒のね、闇の中にね、投げてもらうというのね、私のもうずっとイメージしてる意味の、死のイメージなんですよね。まあそれと要は360度まん丸の円形の、もうまず、まっとめな、自分のヴィラの中で座禅をするっていうのが私の本当に勝手なイメージなんですけどね、もうその2つをとにかく目指してるんですよ。まあ結構理解されないですね。まあここから私の理想とする宇宙までのね道筋は全く見えないんですけどね、今のところ、まあ、とにかく、一歩一歩ですね、チャレンジをしていきたいと思ってます。まあ、チャレンジをですねし続けないとね、生きていけない人種なんですよね、新しいもの好きというか、なのでね、引き続きチャレンジをしていきたいと思います。はい、以上になります。